ゆきよビリヤードチャンネル皆さんこんにちは今日は独身男性の朝の様子を観察していこうと思うまずボールがポケットに落ちた音で目が覚めるらしいすでに狂ってやがるテーブルの上で寝るというやつがいるが硬い冷たい寝れたもんじゃない。 朝一番にやることがボールと友達になることらしいまるでチンパンジーのようだいつもは5分ほど続けるらしいが今回は撮影ということで早めに切り上げてもらおう。 ようやく動き出した足が短い棒を手に取ったようだ何かするらしい何をするのか観察してみよう 本人曰く今日の運勢を占ったらしい失敗すればよかったのに足を上げて歩くのが苦手なようだ洗面所に来たが何をしに来たのか忘れてしまっている目が死んだ魚のようだ。 ようやくカーテンを開けに来た独身男性には太陽の光はまぶしすぎたようだまた棒を手に取ったバカの一つ覚えた 調子に乗ってバックスピンをかけて失敗しやがった。ザマ。餌を探しにやってきた。独身男性の冷蔵庫に食べ物があるはずがない。何度見てもないものはない。知能が低いようだ。 次はどこへ向かうのかトイレのようだ暗いところが怖いらしいおっさんが何言ってんだかようやく出てきた手に何か持っている意味がわからないやはり目が死んでいる 少し歩き疲れたようだボールを片付け出したその程度の知能は備わっているらしいこの生物のモーニングルーティンは以上のようだケーブルを家に置いてしまうとこのように退化してしまう。 今テーブルを置くか検討している人はこの動画を参考にしてしっかり考えてほしい最後まで見ていただきありがとうございますグッドボタンチャンネル登録お願いします